藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました。当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日も私の好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、まあ、5分程度で終わろうかと思いますので、最後までゆったりした気持ちでお付き合いいただければ幸いです。でその上でですね、そのアーティスト僕も好きなんだとか、その曲いいなと私も思いますという方は、ぜひともチャンネル登録またいいねでその意思の方を表現していただけるとありがたいです。幸いです。よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日の企画はこちらです。西城秀樹さんのアルバムポップンガール秀樹の全曲を聴いての感想というところでお届けいたします。曲の音源の方は残念ながら直接リンクが貼れるものは私の方ではないんですが、ただ YouTube だけじゃなくていろんなものを見ると音源出てくると思いますので、ぜひとも気になる方は聴いてみてください。このポップンガール秀樹の後半に入ってまいりました。ロンサムシティ、今日はロンサムシティを取り上げます。B 面の方の曲ですね。詩が松本隆さん、曲が大竹栄一さん、編曲が鈴木茂さん、ということで、その前のスポーツガールというやたらというかとても明るい1曲と同じ3人組、元ハッピーエンドのお三方です。詩としては、松本隆さんの詩は、心惹かれながらどうしても、結ばれずに離れることを選ぶ、男女の男の側からのハートブレイクソングという比較的明確な世界観がドラマが描かれた詩です。曲の大滝さんの曲はゆったりとしたミディアムなテンポのハートブレイクソングになっていて、このメロディーラインとこの詩でですね、秀樹さんのボーカルがとっても優しく聞こえます。いたわるような、結局別れるしかなかった女性に対する思いを優しく優しく、相手を突き放すではなく、その恋の痛みを嘆くでもなく、柔らかく相手の幸せを願って離れてくるような、非常にいい男な感じの、ボーカルを聞かせてくれます。これどうなんですかね、録音レベルというか、秀樹さんのボーカルのレベルが音の、ね、量が少し他の曲より多いような気がするんですが、これやっぱりナイアガラメロディーの中で、編曲の鈴木茂さんのアレンジがどうなったかというところもあるんですが、ナイアガラといえば音数の多さで鳴らしたメロディーラインの持ち主ですから、大滝さんといえば、でそのところで秀樹さんのボーカルをさらに大きくしたのかなというところも少し私は感じていますが、で編曲ですが、鈴木茂さんの編曲はやはりあくまでゆったりと、これはなんか安らぐいい曲だなと思わせてくれるんですが、途中でギターが中心となる、ギターが明確なメロディーを奏でる、メロディーを締めるものとしてのギターの存在感が高まるところがあって、これやっぱり茂さんだからというところは感じるんですが、このナイアガラじゃなかった元ハッピーエンドのお三方がそれぞれ抑えたところで、西城秀樹という人のキャラクターを立てた美しいハートブレイクソングを、美しい、それもクールでちょっと距離を置いた感じ、綺麗でしょっていうよりも少し秋口の、少し肌寒くなった頃なんかに聴きたくなるような優雅さを備えた一曲を作ってくれたという感じがします。やっぱり秀樹さんのボーカルは先ほども申し上げたように、こういう曲になってくると、このロンサムタイム、ロンサムシティから始まる歌い方もささやくような耳元でそっと相手を鼓舞するような、そんなような存在感を与えてくれる、そんな曲に仕上がっています。この前のスポーツガールがとっても優しく屈託なかったので、今度は屈託を胸にぐっと秘めたような秀樹の世界が楽しめるという一曲になっています。今日はポップンガール秀樹の全曲紹介として、ロンサムシティ、松本隆、大竹栄一、鈴木茂という元ハッピーエンドのトリオによる一曲ご紹介いたしました。
最後までご覧いただいてありがとうございました。できましたらチャンネル登録といいねの方もお願いいたします。また次回お会いいたします。失礼いたします。